八戸市埋蔵文化財センター、これ川縄文館は、青森県八戸市瀬川にあり、埋蔵文化財の保存、管理を行う施設である。いわゆる埋蔵文化財センターの一つ。当施設は、八戸市縄文学習館から北西、約200メートル離れた位置に建設され、これ川遺跡や風張遺跡などで発掘された出土品などの展示を通じて、 八戸市をはじめとする東北地方の縄文文化を発信する。また、当施設には埋蔵文化財の調査や研究するための機能も設けられている。なお、八戸市縄文学習館は、当施設の開館に合わせ、2011年5月9日から改装工事のため一旦閉館させ、当施設の開館日ともに文館として開館した。1920年に、 地元の泉山岩次郎、明次郎漁師が、これ川中井遺跡を発掘。1957年に、これ川石器時代遺跡に、国から指定される。1961年に、泉山岩次郎と、明次郎漁師から出土品、約5000点が、八戸市に寄贈される。1962年に、これ川中井遺跡出土品633点が、 国重要文化財に指定される。1963年に、これ川遺跡の出土品を収蔵、展示するために、これ川高古館建設。1975年、八戸市歴史民俗資料館、開館。1993年に、八戸市縄文学習館建築基本設計、実施設計。1997年に、 これ川縄城門の里整備基本構想が策定され、その一つとして、これ川縄城門博物館の建設が盛り込まれた。1999年に、八の兵士が、これ川中井遺跡の発掘調査実施。2003年には、中井遺跡の発掘調査資料の集積や、社会情勢の変化に鑑み、これ川縄城門の里整備検討委員会を設置して、基本構想の見直しを行い、 当面10年間の事業期間を設定して、このうちの前期5か年においては、中井遺跡の整備事業やこれ川城門博物館の建設を目指すこととなった。2004年に開催されたこれ川城門の里整備検討委員会において、建設予定地については、これ川はじめ王子遺跡北側を候補地とし、2005年に建設予定、2009年に国宝に指定された合をはじめ、 八戸市各地の遺跡で発掘された縄文時代の土器や漆器などが多数展示されている。また、1961年に市に寄贈され、市内の各館にて展示されていた泉山コレクションを東館へ移動させて展示している。土偶映画、ライアの祈り、森沢明夫の同名小説を映像化。宇賀寺武史演じる考古学者の勤務先として、館内でロケが行われた。 ありがとうございます。